さんこんにちは、画家の田中羅桜です。今週末8月18日の日曜日ですね、13時から15時半まで2時間半ですね、似顔絵体験教室を開催いたします。絵が苦手な方とかでも全然来ていただけるような内容になってまして、対象者は、まあ、どんな方でもいいんですけど、対象者はあえてあげるんだったら、まあ、イラストやデザインに興味がある方とか、あるいは似顔絵に挑戦したい方で、人物描写が苦手な方とか、あと、まあ、デザインの引き出しを広げたい方、あと、まあ、僕の活動に興味がある方とか、まあ、何でもいいんですけど、そういう方向けに、開催いたします。で、体験教室の内容なんですけれども、まずは、2時間半の体験になりますので、最初の1時間くらいですね、一番最初に僕の自己紹介と、あと今までの作例とかをご覧いただいて、その後にあのデモンストレーション、その場で僕が1枚絵を仕上げるまで大体15分20分くらいで1人描いてるんですけど、実際にそのどのくらいのスピード感で手を動かしてるのかとかも見ていただけるようになってます。デモンストレーションが終わりましたら、今度はまあセッションのコーナーというか、似顔絵の描き方のコツなんかを含めて、まあ、座学じゃないですけど、似顔絵を見せるために必要なポイントみたいなのを解説させていただく時間をいただきます。これはですね、老若の描き分け、大人から子供までどのように描き分ければちゃんと子供は子供らしく、大人は大人らしく見えるのかっていうのを解説させていただきます。やっぱりあの子供を描いても大人みたいになっちゃったっていう失敗とか結構あるんですね。赤ちゃんを描いたのになんか赤ちゃんっぽく見えないなとか、もうちょっとお兄ちゃんっぽく見えちゃったなとか、そういうのはどういうことを理解すればそういう問題が解決されるのかっていうのを、分かりやすく説明したいと思います。で、次に男女の描き分けですね。これもなんか女性を描いたのに男性っぽくなっちゃったのか、男性女性どっちかしか描くのが得意じゃないっていう方も結構いらっしゃると思うので、それも、解剖学的な男女の違いっていうのをちゃんと説明して、でイラストに起こした時にこういう部分をこういう風に描けば男性は男性らしく女性は女性らしく見えるよっていうのを、解説していきます。で、あとは見せるためのコツですとか、あとは下書きの手順ですね。やっぱりバランスを取りやすい下書きの組み方みたいなのがあるので、そういうのも、実際にその場で見れる講義ならではの感じで、あのリアルタイムでですね説明していきたいと思います。で、前半はその座学のコーナーで、後半は皆さんにも一緒に手を動かしていただこうかなと思ってます。具体的にはみんなで一人のモデルを描いてみようっていうコーナーですね。モデルになる人物の写真をこう大きく貼り出しまして、僕も一緒に描きながら、皆さんも一緒に手を動かしていただくっていう感じですね。これは下書きからペン入れまでやろうと思ってます。で、下書きの段階で僕全員チェックしますし、変なところがあればあの随時あの言っていきたいと思ってますので、ある程度のクオリティを皆さんに出していただけるような内容になってます。似顔絵体験教室の具体的な情報を最後にまとめたいと思います。まず日時は、8月18日日曜日、時間は、午後1時から午後3時半まで2時間半の講座ですね。間に休憩が入りますけど、場所はですね、新大勝町にある、僕が所属している会社はリグっていうんですけど、 LIG って書くんですけど、新大勝町のリグのビルで開催します。新大勝町駅から歩いてすぐなんで、
割と来やすい場所かなとは思いますね。持ち物なしです。紙とかペンとか消しゴムとか全部こちらで一通りは用意するんですけど、もしなんか自分で使いたい画材があるよとか、使い慣れた鉛筆を使いたいよとか、そういう方がいらっしゃれば、お持ち込みいただいて全然構いません。やりやすい画材があればお持ちください。参加費3000円です。3000円で、税込みで受付の入り口でお支払いいただく形ですね。最後、定員がですね、25名様っていうふうに今設定してるんですけれども、結構この受付開始して早い段階で半分以上はちょっと埋まっちゃいまして、あと数席っていう感じではあるんですけれども、まだ空きはありますので、お一人様でもお友達連れてでもご家族様でも、ご参加いただければなと思います。最後に参加登録方法なんですが、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、それが僕が書いたウェブ上の記事になってるんですけど、その記事の一番下の方に参加登録フォームっていうのがついてまして、お名前とメールアドレスと電話番号入力すれば参加申し込みができるよっていう記事になってますので、ご興味ある方はその記事に飛んでいただいてご入力ください。で、当日は、皆さんにお会いできることを楽しみにしてます。なんか空き時間とかでもいろいろお話できればなと思ってます。皆さんの技術のお役に立てるように、分かりやすく講座を組みますので、ぜひ、お越しください。よろしくお願いします。